皆さんこんにちは。以前からリクエストいただいている小型の木の剪定ですが、この木に関しては私もまだ剪定について釈然としない部分を感じています。まあ一口に言えばちょっと癖の強い剪定の難しい木だと思っています。十分にお伝えできるかちょっと自信がありませんが、解説してみたいと思います。今ご覧いただいているのは昨年の5月の終わり頃の剪定の様子です。この後今年の剪定の様子をお見せしますので、しばらくご覧ください。これがその1年後、今年の5月の様子ですけれども、前回の剪定でこういうところを切ってるんですね。こことかこことか、あとここですね。こういう部分を切ってるんですけれども、大型の木の難しいところはどういうところかというと、こういうふうに枝が間延びしてっちゃうんですよね。途中にあった葉っぱは新芽が固まるとバラバラ落ちちゃう、ね、こういうところにある葉っぱは自然と落ちちゃう。ここみたいに芽が吹けばいいんですよね。こういうふうに小枝が出ればここまで切り戻せばいいんですけど、もしこの小枝が出なかったとすると、もうここずっと間延びした枝になっちゃうんですね。だから脇枝が出てればすかさず切り戻すんですけれども、こういうふうにね、前回ここで、で脇枝が出ればさらに切り戻して輪郭を小さくすることはできるんですけど、それはこう芽が出ればの話で、こう出てなかった場合はもう枝先詰めるとしてもちょこっと詰めるぐらいしかできないですね。ここで途中で切ることはできないし、それでこの辺にある枝もこれみたいに、これ枯れ枝ですよね。もうこういうふうに中枝が枯れてっちゃうんですね。そうすると当然中が透けちゃう。つけないように切り戻したいんだけど、途中に枝がねこういうとこにあればここまで切り戻して小さくできるんですけど、それをしないでおくとこういうふうにひょろひょろの枝になっちゃうね。これもだから時間が経てばこっちの枝みたいになっちゃうってことですよね。切り戻すのチャンスがあれば早めに切り戻さないと、これもずっとこう間延びした枝になっちゃう。せめてこういうところとかこういうところで切り戻しておかないと小さくならないんですよね。でこれも先々なくなっちゃうってことを考えると、例えばここまで切り戻しておくということになるんですけれども、単に切り戻しただけなんだけども、伸び枝ばっかりですから当然スカスカな感じになっちゃうね。で透けるのが嫌だからって言って
こういう立ち枝みたいな枝をね残しとくしかないでしょ。本当は枝の流れとしてはこの辺の枝とかこの辺の枝でこういう方向にできていればいいのでね、こっちの枝いらないって言えばいらないんですよ。ただこれをなくしちゃうとごそっとなくなっちゃいますよね。だからだましだましこういういらない枝も取っとかなきゃならないっていうのが難しいところですよね。これなんかも絡んじゃってるし、だけどもう枝全体がねこれずっと間延びしてますよね。これないからこっちの枝で補うしかない。そうすると変な枝も取っとかなきゃならない。勢いが良ければねこの辺でほんと冷たいんですよ、ね、でもこれで詰めるとここなくなっちゃいますから、ここのね間延びした枝がもう露出しちゃうんですよ。こういう風にね、しょうがなくこれを取っとくんですけども、あんまりいい枝ではないですよね。まあせめて少し切り戻しておくかですけれども、せいぜいこのぐらいですよ。このぐらい茂ってればまだねいいんですけど、例えばここなんかねちょっと枝が多いですよね。これ中行ってる枝はなくてもいい、ここら辺も少しなくてもいいですね。切り詰めておくんならこのくらいまで切り詰める、このくらいのことはできるんですね。このくらい茂ってればね切り戻しておくとか内向枝を取っておくとか、こういう枝ねこれ間延びしちゃってるんですよね。で間延びしている枝をなくそうとしてこういうところに下に枝があればね、この間延びした方を落としても次の台があるからいいんですけど、それがないとねこの間延び枝を残しておくしかないんですよね。これは切り戻しますね。だからまあコツとしては切り戻せるうちに切り戻しておく、このようにねこういうのも切り戻せるうちに切り戻す。なんかもここで切り戻すか、あるいはこれあんまり方向良くないけどねこういう風に切り戻すかですよね。まあ全体的にパランとしてきちゃうんですね。パランとしてきちゃうからこういう内向枝も思い切って落とせない。でそれがまたひょろひょろっとした間延び枝になって残っちゃうという悪循環ですよね。こういう枝、本当はイミ枝なんですけどねこういうのが残っちゃうんですね。放っておくとこういう風になっちゃいます。放っておかなくてもまあ剪定のしようがないんでね、こういうところで切って大丈夫かどうかっていうのが難しいんですよね。こういうの出てればまだいいんですけど、ここで切る勇気がなかなかね出ないんですよ。吹かない可能性も高い。このぐらい出てればこっちに枝があるしっていうふうに考えて、まあ、少し間引いたり切り戻したりすることはできるかもしれませんけどね。こっちの枝を生かすんならこっちの枝を早めに処分しないとこっちが枯れ枝になったりしちゃうね。落としとくかですけど、これとこれにするかね。こうするんなら、こ
ここまでした方がいいでしょうね。椿なんかだとこういうふうに先の方でこういじらなくても、例えばこの辺でね、枝先の方いじるだけど、もっと奥見るとこういう奥にね新しい枝が出てくるんですよね。もっと小さくできますよね、ここに枝が出てくるから。こういう中にでもね、こういう枝が出てくるんですよね。出てくるから、こう出過ぎたやつを切り戻して小さくするってことが可能なんですよ。これもね、これ出過ぎてますよね。出過ぎてるけど、こういう中の方に多分こういうところに枝出てくるんですよ。だから例えばこの枝をね、思い切ってここで切っても、これだけ切っても次は作っていけるんですよね。それに比べてこの大型の木はね、途中に芽が吹きませんよね。吹きにくい。たまにあってもね、弱々しいですからね。これここまで冷たいと思ってもこれがちゃんと行き着くかどうかね、わからないんですよ。だからなかなか思い切れないし、思い切ってやるとガランガランに透けちゃうし、そこはちょっと大型もの木の難しいところですね。今ご覧いただいたような若木のうちは賑やかな枝がたくさん出てきますので、剪定の選択肢がたくさんあります。この写真は秋の頃の枝ですけれども、もうつぼみというか花芽が確認できます。この赤ペンで示したようなどこの位置で切っても少しですが花芽を残すことはできます。このような切り戻し剪定を続けていても年数が経てばやはりどうしても大きい木になります。先ほど説明したように深い切り戻しができない木ですから、大きさを維持するのは非常に難しいです。切り戻ししたいところに脇枝がないので悩みながら剪定している様子をしばらくご覧ください。マーキングしたあたりまで小さくしたいと思っています。剪定する前から中は透けた状態になっています。切り戻して残した枝も間延びしているような弱々しい枝です。ご覧いただいてわかると思いますけれども、中を透かしたいと思っているわけではなく、ただ輪郭を小さく詰めたいと思っているだけなのですが、どうしても透けていってしまいます。
こういう切り方はあまり好ましくないのですが、しょうがありません。先ほどつけておいたマーキングを外します。計画した輪郭までだいたい切り戻しました。この続きはまた後ほどかかり稽古で見ていただくとして、別の木の剪定例をご覧いただきましょう。いくら芽吹きの悪い木だとは言っても、将来的に支障となるような忌み枝などは取り除いておかなければなりません。ここなどは内向枝が隣の枝に癒着してしまっています。これは隣のアラカシですけれども、枝の出方が同じ常緑樹でもだいぶ違います。こんな立ち枝は普
通なら真っ先に切ってしまうんですが、時間が抜けすぎてしまうので躊躇してしまいました。小玉の木に比べるとこの荒かしのなんと切りやすいことでしょう。さて再び先ほどの木に戻ってきました。ここからは解説いたしませんので、自分ではこう切るというようなことを考えながらご覧ください。
Thank you.
ご視聴ありがとうございました。